万円で3人でも賃貸契約が可能。旅の途中に立ち寄ったり、郵便物の送り先として使っている人が多いそうなのだが、これを旅して本格的に住んでも OK。 ただし使っている時に別の入居者が入ってきても拒否することはできないのだろうか。ベッドのすぐ隣にトイレあるんだけど、どうするんですか？いや、これはもうしょうがないですね。こういうので隠してもらって隠せるんじゃないですかね。何人でも大丈夫ってすごいですよね。でもちょっと東京で遊んでいい感じになって、うん、そうね、女の子とちょっとここに一瞬帰ってたっていう。いや、たまたま普通の俺みたいなおっさんがなんとなく来てる日だったりすると新品の靴を買ったら皆さん何かしますか？防水スプレーですか？あ、あるよ。はい、ケア用品を一緒に買います。足になじませるっていうのでちょっと踏みつけてもらう。そんなことではなく、新しい靴にあるおまじないをする風習が。それは三重県松阪市。この町のパーキングエリア。